回2点タイムリーを打ちました。ピッチャーゴロになった。2塁を選択、2塁はと1塁へ、今宮の肩させないと、はい、きついですよね。うん、素晴らしい球だ。今日最初のチェンジアップ、8球目、素晴らしい落差、2者連続の三振、緩急がついてチェンジアップ沈めてきました。この回すべて三振、うん、追いかけました。三振、これが4つ目ということになりました。やっぱり増えますよね、はい、三振っていうのはね、球数があの回はね、はい、インサイドへのカッターの意識をさせましたが、抜く、三振6つ目。まあ、内に早くすると思います。早い球、三振、152キロ、本日7個目の三振を奪いました。抜いてきました、三振8つ目、チェンジアップでした。甲斐が追いかけていきます。足が止まりました。吉田を打ち取りました。使わなきゃいけないですよ。高め、強い球、三振9つ目。今日杉本は3打席目、まあ、下位打線ですから変えるのかも分かりませんしね。詰まってます。ファーストへのゴロになりました。ベースを踏んでいます。スリーアウトになりました。マルチネス7回まで1点、ナイスピッチングです。